皆さんこんばんは、年内最後のウィメンズアクションになります、今日はですね今から約1時間弱ですけれども、行動を始めさせていただきたいと思います。本当先月の11月にも私たちウィメンズアクションを行っていたんですけれども、その時いつもはですね、女性差別やめろとかですね、ジェンダー平等を実現しようとかそういったことをですね訴えているんですが、先月は急遽、もちろんそのことも訴えるんですけれども、切り替えて行動をパレスチナに平和をキャンドルアクションということで行いました。で、来月の行動をですね提起するときに、来月には、停戦をしていてほしいよねというふうに言っていたんですけれども、今月の最後のウィメンズアクションも、今日こうやってですねパレスチナに平和をとキャンドルアクションを行っているという状態です。この10月から始まって約2ヶ月以上でもう1万7000人以上です。もう2万人に届くかのような、そういう勢いでガザの人々が殺されていて、そのうちの約 40% が子供なんですね。ガザの市民の 40% は子供なので、殺された人たちの数もやはりそれに比例して、ほとんどが子供という状態になっています。本当に、この状態を私たちは黙って見ていていいのかなと、そういう思いで、この数ヶ月間、皆さんもいろんなところで声を上げてきたと思います。もうすぐクリスマスも近づいていますけれども、ガザではもうクリスマスどころじゃないような、もう親も殺されて、もう寝る場所もないような、そういった状態で過ごしているということを、私たちはもう本当に人事ではなく考えていかなければならない。私たちはこの国に、日本に、この場所に、たまたま生まれたから、こうやって過ごしていますし、今日も皆さんもお家に帰ったら、ご飯を食べたり、足を伸ばして寝たりとかしていると思いますけれども、そうじゃないわけですよね。私たちももしかしてガザの市民だったかもしれないわけです。誰もが安心して暮らせる、どんな場所に生まれようとも、どんな時代に生まれようとも、平等に暮らせる社会を作っていく、それが私たち大人の責任だと思います。特にこの日本は憲法9条がある国です。戦争しちゃいけない、武力を持ちません。そういうことを誓った、本当に世界でもかなり珍しい国なんです。その日本が今この戦争しない、武力を持たない、そういった日本がその大事な憲法9条を変えて戦争ができる国になろうとしています。皆さんもご存知のように増税をしてですね、たくさんの武器を買って武力をつけて日本を守るんだと言っていますけれども、武力で平和は守れない、武力で市民の命が守れないということは、今回のこのガザの状況を見ても明らかに私たち身をもって痛感する、そんな状態になっていますが、そういう武力をたくさん使ってですね、日本を守るんだとか言ってですね、自分たちの利益のためだけに邁進している政治家がたくさんいる、そういう人たちが今やっとですね炙り出されてきています。昨日のお昼3時の段階で公開された時事の世論調査では、岸田政権の支持率はとうとう 17% ですからね、もう 10% 台になっている。ここで私たちは気をつけなきゃいけないのは、やはり維新とかですね、カルト団体の参政党とか、そういったところに私たちのこれで長年続けてきたこの戦いをですね取られてしまってはならないと思うんです。私たちは命が大事、人権が大事、環境が大事、そうやって言い続けてきた。これをやっとやっと大臣のこの追及がこうやって実を結ぶ形で、自民党の今までの金に汚い、もう利権や政治、献金政治、そういったものが明らかになってきたところで、身を切る改革だとか、新自由主義を掲げて人間不在のですね、社会を作ろうとしている人たちが、この世の中の怒りをかすめ取るというようなことを私たちは絶対許してはいけないと思うんです。維新は身を切る改革といっても切ってきたのは私たちですから、本当に騙されてはならないと思うし、こういうところに登場するのが
今日私たちがこうやって市民運動で女性たちが運動でやっているような女の連帯とかシスターフット、姉妹愛ですね、こういったものが重要になってくるんじゃないかなっていう思うんです。私たちが女の連帯とか姉妹愛、シスターフットとかそういうことを言う、この先に何があるのかといったら対等な関係だというふうに思うんです。やっぱり自民党や維新の人たちは全く対等な関係を築こうとしない、ヒエラルキーの中で生きてきている、上位下達の社会、政治をずっと行ってきた、だからこういう社会になるんだと思います。上位下達のマッチョな政治の先にはやっぱり戦争が待っていると思います。私たちは対等な関係で優しい拳の上げ方をしながら、平和と、そしてですね、人権と環境が守られる社会を私たちじゃないと作っていけないんだということを今こそ皆さんと一緒にきっぱりと訴えていきたいというふうに思います。こうやってガザの攻撃やめろと、誰も殺さないでほしいと、そうやって声を上げてるの私たちだけじゃないですか。自民党や公明党、維新の皆さん全然やってない、そういう人たちなんですよ。今こそ私たちこそが皆さんの命と暮らしを守る、そういう人たちなんだということを、言っていきたいなというふうに思っています。年内最後のウィーメンズアクション、ちょっと寒くなってきましたけれども1時間弱頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それではですね、ありがとうございます。それでは今日はお忙しい中、国会議員の皆さんがお越しになっています。まず最初に、日本共産党参議院議員の伊藤岳さん、よろしくお願いします。ウィメンズアクションにお集まりの皆さん、こんばんは。ご紹介をいただきました日本共産党参議院議員の伊藤岳でございます。今朝のニュースでもガザの悲惨な状況が映し出されていました。ここ何日かの大雨によって避難所が水浸しになっている光景も映し出されていました。本当に一刻も早く停戦、休戦をさせなければならないと思うんです。皆さん、もうすでにガザで亡くなった方々1万8000人を超えます。多くが女性、子どもです。シファ病院の集中治療室は水も電気も耐えて集中治療室が集団墓地に変わるような状況、何としてもこれ停戦休戦を求めなきゃならないと思うんです。皆さん、昨日一つ明るいニュースが入ってきました。国連で緊急特別会合を開かれまして、153の国々の圧倒的多数の賛成で人道的休戦を求める決議が決められたというニュースであります。アメリカ、イスラエルなど10カ国が反対しましたが、国際的な圧倒的な世論がしゃっきりと示されたんじゃないでしょうか。そしてこの決議に日本政府も賛成の手を挙げざるを得なかった。これ今日お集まりの皆さんの、多くの市民の皆さんの一つの圧力がその結果もたらしたんじゃないでしょうか。そして皆さん、今度は決議に賛成した日本政府の役割が問われてるんじゃないでしょうか。人道的停戦、人道的休戦、この決議に手を挙げた政府の役割がいよいよこれから問われることになると思います。日本政府はパレスチナにもイスラエルにも双方にも外交ルートを持つ国です。そのルートを生かして直ちに人道的停戦休戦に日本政府の役割を果たすべきだと思う。日本政府はその役割を果たせ、この声皆さんご一緒に上げていこうじゃありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、昨日国会は閉じましたけれども、日本政府はなかなかガザの停戦休戦を言わない。その背景に一体どういう仕組みがあるのかということも、今度のこの国会の終盤ではっきりしたものです。例の自民党のすべての派閥による裏金作りですよ。裏金が
この裏金を使って自分たちの都合のいいように政治買収をする、また軍需産業からもらったこの裏金でその軍需産業に見返りをする政治、この仕組みというのがはっきりしたんじゃないでしょうか。私この間街頭の演説でも言ってるんです。資金パーティー券トンネル抜けたらそこは裏金だった、これが今回明らかになった実態じゃないでしょうか。裏金で政治買収し政治を埋める、この根っこを正すことも求められていると私は思うんです。先ほどお話がありました石山さんから、内閣支持率なんと 17%、 2割台が危険水域と言われるけれども、もう2割台どころか1割台まで落ち込む状況、もう国民の意思ははっきりしていると思います。きちっと日本でこの政治を変えるために皆さん力を合わせて頑張っていこうじゃありませんか。私たち日本共産党もその先頭に立って頑張る決意を申し上げまして、ウィメンズアクション連帯のご挨拶を返させていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのご発言は日本共産党参議院議員の伊藤岳さんでした。どうもありがとうございます。それでは続きまして社民党党首参議院議員の福島みずほさん、よろしくお願いします。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。キャンドルナイト、キャンドルライトでガザに平和を、イスラエルは武力攻撃やめろということに参加してらっしゃる皆さん、そして足を止めてくださる皆さん、通りがかりの皆さん、どうかお耳を貸してください。私は社民党党首参議院議員福島みずほです。子どもたちが殺される、市民が殺される、たくさんの人が殺される、このことを本当にやめさせたい、そう思っています。先日参議院の予算委員会で岸田首相に質問をしました。病院を攻撃することは国際法違反ですね。はい、そうです。イスラエル軍は病院を攻撃していますね。報道ではそうありますが分かりませんということでした。病院を攻撃しているのだから、イスラエル軍がやっていることは国際法違反だというのを三段論法で引き出したかったんですが、総理はあくまでも岸田首相は法的評価はしませんと言います。法の支配って法の評価じゃないですか。法的評価じゃないですか。法の支配ってあんなに何十回も使う岸田首相、なんでイスラエルがやっていることが国際法違反だと言えないんですか。病院を攻撃することは、市民を攻撃することは国際法違反です。イスラエルは病院を攻撃をしています。だったらイスラエル軍のやっていることは国際法違反だとなるじゃないですか。それすら言うことができない、それすら言うことができない、おかしいですよ。こんな、自民党政権が私たちを戦争の準備と戦争への道に連れていくことに本当に驚愕をしています。法の支配がわからない、そんな自民党政権にこんな戦争準備をさせるわけにはいきません。そして先ほど伊藤岳さんからもありました、153カ国国連で人道的停戦に153カ国が賛成をしました。日本政府も賛成をしました。この前の人道的停戦、日本は棄権をしたんです。でもそれが変わりました。この間の安保理決議でアメリカは、人道的停戦に拒否権を発動、でも日本は賛成をしました。日本政府の態度はこの2つ明らかに変わったんです。前回人道的停戦に日本政府が棄権したこと、大きな非難の声が上がりました。みんなで言いましたよね。みんなの声が日本政府もこれに賛成、人道的停戦に賛成と言わざるを得なくなったと思います。アメリカ政府もバイデン大統領も少し態度が変わったと言われています。一人でも多くの人の命を救いたい、戦争をやめろ、
子どもたちが殺されるのを私たちは黙って見ているわけにはいきません。行動を起こし、声を上げ、破綻者にならないように頑張っていこうではありませんか。そして国会は大揺れの中で閉会をしました。パーティー券、それで裏金を作っている自民党の自民党による自民党のための政治、大企業の大企業による大企業のための政治、それが明らかになりました。森友家計桜を見る会、私物化された政治と言ってきたけれど、その実相が明らかになりました。軍需産業のために殺傷能力のある武器を輸出しようとしている、そのことも止めたい、そう思っています。日本が平和を誓う国であるように政治を変えていきましょう。ちょっとすいません、ちょっと風邪気味で聞き苦しいところはごめんなさいね。日本が戦争する国ではなくて、戦争する国ではなくて平和を作っていく、全世界の国民が平和的生存権を持っている、そのことを保障する日本国憲法全文を持っている日本は戦争をしない、戦争の準備をしない、戦争はしない、戦争を止めていく、戦争反対、そのことを私たち国民、私たち一人一人がそのことをどうか実現していきましょう。一日も早く停戦を求めて実現するべく一緒に頑張るという思いを申し上げ、社民党を代表しての心からの挨拶といたします。みんなで力を合わせていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ただいまの発言は、社民党党首参議院議員の福島みずほさんでした。ありがとうございます。今日は伊藤岳さんと福島みずほさんが来ています。ありがとうございます。昨日で国会が閉会しました、閉会したから私たちもですね、きっと何か動きがあるだろうなというふうに思っていたら、今日は柿沢美人さんというですね、自民党の方が不正を行ったということで、なんと議員会館にですね、ガサ入れ、家宅捜査が入るような状態になっているんです。こんなひどいことをしてるんですよ、自民党の皆さん。裏金作り、安倍派の皆さんがですね、裏金作りやったり、柿沢さんなんか選挙のですね、時に買収行為なんかしているわけですけれども、こうやってですね、私たち市民がですね、もう金むしり取っててですね、自分たちはそういったですね、裏金作ったりとかですね、まずズルしたりとかしている、こういう政治で本当にいいのかなと私は思うんですけど、皆さんどうでしょうか。こうやってズルして得する世の中でいいんでしょうか。私本当おかしいと思うんですよ。なんでこんな真面目に働いてね、真面目に生きてる私たちがこんな損しなきゃいけないんですか。でこうやって上げてる声も全く耳を貸さないで、岸田さんはですね、ずっとこういった権力の座に座ってるわけですよ。大体安倍さん、亡くなっちゃいましたけれども、安倍さんなんかはですね、美しい国とかいうですね、本を出していて、まあ若い人たちが未来に自信と誇りを持てる国にしたいって言ってるわけです。何が美しい国だと思いませんか。ひどい国じゃないですか、こんな汚い金にまみれた国ですよ。私は今回このガザの国連決議のガザの停止を求める決議で日本が賛成した時にすごい嬉しかったんです。でもこんなことで、当たり前のことで日本が賛成したことに嬉しいって思うのって本当に終わってるなと思っていて、本当ならば日本がもっと世界の先頭に立って、もう全ての争いの真ん中に立ってやめようよってに声をかけていくような、今も日本が持っている憲法を実践するような、そんな国だったら、私もっとこの日本にですね、ああよかったな、この国に生まれてとかね、日本ってすごいなってに誇らしく思うと思うんですね。それがもう今明らかに恥ずかしくて言えやしないですよ。ジェンダーギャップ指数125位で金に汚い政治ですなんてとても言えないというふうに思いました。変えていきましょう。もう本当に世界から日本は見放されています。そういったことに気づかなければならない。アメリカ追従の社会を変えていかなければならない。そして金に汚く、金を持っていて育ちがいい人しか政治家になれないような、そんな国会も変えていかなければならないというふうに思っています。それではその次にですね、市民のアピールに移りたいと思います。元豊島区議会議員の山口喜子さん、よろしくお願いします。
有楽町ご利用の皆さん、こんばんは。毎月この場所で私たち女性たち訴えさせていただいています。今日はそれほど寒くありませんけれども、だんだん冬になって皆さん健康に気をつけていただきたいと思います。コロナもまだありますし、インフルエンザも結構流行っていて、子どもたちにも結構蔓延しているようですので、お気をつけいただきたいと思います。今国会議員の方がお二人お話しになりました。そして司会の石山さんもいろいろ話してくださいました。私この間ニュースを見ていて、国連の事務総長でしたか、戦争にもルールがある、そういうふうに言いました。私それを聞いてちょっと違和感を感じて、ちょっと寒気がしたんですけども、戦争にルールがあろうがなかろうが、戦争はやめた方がいい、そういうふうに思います。皆さんもニュースをご覧になって胸が痛まない日はないんじゃないかと思います。本当にひどいですよね。あれは戦争ではなく、ガザはやっぱり大量虐殺、戦争というのは大量虐殺のように私は思いますし、皆さんもジェノサイドだというふうにおっしゃっていますが、その通りだというふうに思っています。日本は憲法9条があって、戦争を放棄した国として、この78年日本国憲法を掲げてきましたけれども、そして唯一の戦争被爆国としてきましたけれども、それでも核兵器禁止条約には賛成をしない、なんとも不思議な状況にありますし、そして今ようやく人道的な救世主を求める決議に日本は賛成をしましたけれども、最初は棄権をしていたという、なんだか優柔不断、アメリカの顔色を見ながらこの日本があるとしたら本当に残念なことだというふうに思います。この間種子島の沖で落ちましたよね、オスプレイが。横田基地に所属するオスプレイです。その横田基地に所属するオスプレイが落ちて、そして私たちは大きな声を上げました。もうオスプレイ絶対来ないでくれ、オスプレイの飛行はやめてくれというふうに言いましたが、まあ、今アメリカの方では全面的にオスプレイを飛ばさないということになっていますけれども、昔からオスプレイというのは未亡人製造機と言われていて、大変事故の多い、乗組員がみんな死んでしまうという、そういうヘリコプターというか飛行機ですよね。そういうものを日本がアメリカの言うなりにどんどん買い、そして台湾有事があるかもしれないからといって、南西諸島や沖縄の方に基地をどんどん作っていく、そんなことをして戦争準備をしているのはやっぱり間違っていると私は思います。ガザの逆ジェノサイドをやめさせることも大事ですし、また私たち日本が戦争準備をしていくようなことをやめさせる、そういう運動も皆さんと一緒に声を上げていきたいというふうに思います。ガザへの攻撃をやめろというイスラエルに対する声を上げる、明日はアメリカ大使館にみんなで行くことになっていますけれども、そこでも声を上げていく、そういうことはとっても大事ですが、同時に日本政府も戦争準備をしない、そして世界の戦争に対して反対をしていく、そういう声を上げていく、そういう政府であってほしいと思います。私たちの声は必ず届くと思います。どうか皆さん SNS でもいい、あるいは新聞投書でもいい、どんな形でとにかく戦争をやめる、戦争のない国に、世界中が戦争がないように日本はその戦争に立って頑張るという、そういう日本でありたいということを私たちは訴えていきたいというふうに思います。皆さん一緒に声を上げていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、普段連から伊藤さん、よろしくお願いします。有楽町伊藤市案内ご通行中の皆さん、こんばんは。日本婦人団体連合会、略称ただいまご紹介されました普段連、常任幹事の伊藤博子です。
私たち普段連は朝鮮戦争の最中1953年に平和と平等を目指して設立されました。初代会長は平塚来長です。以来平和とジェンダー平等を実現すべく運動してまいりました。今年もあと半月で終わりますが、平和と平等の大切さを切実に感じる年となりました。先ほどからのスピーチのように、ウクライナに続きガザ地区のジェノサイドが行われ、たくさんの命が奪われています。即時停戦を求めます。私たちは女性に対する暴力撤廃デーを前に、11月20日イスラエル大使館前で即時停戦を訴え、抗議のリレートークを行いました。私たちの声が届き、新年は命の危険がない平和の状態で迎えられることを強く望みます。今街はクリスマスのイルミネーションが輝いて、幸せに包まれたような空間が演出されています。果たして私たちの暮らしと生活は豊かになったのでしょうか。岸田政権の支持率が下がり続けているのは、国民の抗議の声に他なりません。軍事費を GDP2%、 5年間で43兆円に増額し、世界第3位の軍事大国を目指す一方で、出産育児一時金の総額予算には後期高齢者医療保険から回すなど、教育、中小企業、農業、社会保障費予算などは減らされています。先月29日に成立した補正予算でも、物価高騰の低賃金に喘ぐ私たちの暮らしを守る姿勢はどこにも見られません。そして昨日臨時国会が閉会しました。パーティー券を売り、キックバックを受け、政治資金の裏金作りの疑惑、安倍派の4閣僚の交代だけで済まされるでしょうか。安倍派だけを切って乗り切ろうとしています。それだけの問題ではなく、岸田派、二階派、麻生派でも裏金疑惑が明らかになっております。自民党全体の疑惑は正していかなければならないのではないでしょうか。そしてもう少しお金の使い道の 話からなんですが、税金について考えますとですね、応納負担原則を示す憲法13条、14条、25条、29条に基づいて、最低生活費、生存権的財産に課税してはならないはずで、憲法が示す税の使途原則は、すべての税が生存権、保障目的税であり、税金が平和に生存するために使われることを前提にしています。ですから軍事費を拡張し、社会保障費を削減することは間違っています。また応納負担の原則からは、消費税減税を実施することが平等になることだと思います。ジェンダー視点から女性の物価高の影響について述べると、男性に比べ賃金が男性全体の 56%、 非正規も含めですけれども、 女性は暮らしへの影響がより深刻です。低賃金がゆえに、女性の平均年金額は104,686円というふうに低くて、健康で文化的な生活とは程遠く、まさに憲法違反状態です。そして非正規ワーカーと正規ワーカー、
若者と高齢者、対立や分断することなく、共に共同して人間らしい未来を切り開いてまいりましょう。攻撃の矛先が目くらましされないよう、仲間同士攻撃をし合うのではなくて、共に手を取って進んでまいりましょう。来年は女性差別撤廃委員会の日本の第9次報告審査が行われます。先ほどの例えば、年金のことでも、第7次審査だったかな、日本の年金、女性の年金は低すぎるというふうに勧告を受けております。そういう大事なことが来年、9月から10月にかけて行われるわけですが、女性の権利を国際基準にすべく運動を広げていきたいというふうに思っています。日常くすぶっている理不尽な思いを言葉にして、ジェンダーギャップ指数125位の日本をジェンダー平等に向けて変えていきましょう。共に頑張りましょう。はい、それでは続きまして全労連女性部の船橋さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。糸市病院にお集まりの皆さん、ご通行中の皆さん、私たちは毎月この場所をお借りいたしまして、ウィメンズアクション、戦争は嫌だ、ジェンダー平等社会にしていこう、そういう声を上げ続けさせていただいています。私は労働組合全労連女性部、そこに所属している船橋と言いますけれども、労働組合、まさしく平和でなければ働き続けることはできない、常に平和を求め、戦いの柱の中に必ず、平和憲法9条を守れ、進めて運動に、スポットを当てながら、今で言えばまさしく、パレスチナ、ガザ、地区へのこの非常にひどい、いわゆる無差別攻撃、ジェノサイド、これを直ちにやめろ、停戦をすべきだ、こういう声を、全国組織ですので、つつ裏裏で上げていこう、こういう呼びかけとともに、女性労働者などもご一緒に声を上げているところです。まさしく、この世論が今、今までお話の中でもありましたが、国連総会での153カ国の何しろ停戦だと、人道的停戦、即時停戦、この声に結びついているんだと思います。1ヶ月前、10月の27日に行われた国連総会では、日本は、残念ながら棄権するという、なんて卑怯な態度を示したかと思います。でも私たち国民、また世界の皆さんと連帯した停戦を求める声が、日本の政府の動きも変えさせてきていく、これは事実だと思います。でも残念ながらアメリカが反対する国連の停戦、人道的なんだと、人の命が奪われる、そこになんで反対するのか、イスラエルと、もうアメリカは世界からも孤立している、この孤立をもっともっと深めさせていく、それは世界の皆さんとご一緒に直ちに停戦、この声をもっともっと上げ続けて、もう本当に1秒でも1分でも早く、人道的な支援が皆さんに、ガザの皆さんに届くような状況に持っていかなければならないと本当に思います。多くの命が失われて、もう日に日にその数がうなぎ登りに増えていく中でも、未来ある子どもたち、もう命が奪われる、本当に、どんな人生がこれから生きていけるのか、子どもたちの人生がその瞬間に終わっている、貴重な貴重な大切な命が奪われる戦争は絶対やっちゃいけない、これが当たり前のことなのに、それが通用しない、今パレスチナで起こっている、いわゆる大量の虐殺、ジェノサイドだと、これを日本の皆さんも声を上げて上げて追い詰めていく、直ちにやめさせる、そのことが現実に少しずつですけど進んでいるのも事実です。早くやめて、
220万人の人たちの命を救う、これが本当に求められていると、何にしてももう食料も尽きて明日の位置がわからない、空爆もやまないこの中で暮らされている人たちの、この後、いわゆる精神的なフォローなんかも本当に大変な事態になると思います。そんな人たちを生み出している戦争はやめろの声をぜひ周りの人たち、世界の人たちと連帯して広めて止めさせたい、この強い思いです。そして残念ながらこの強い思いに今の日本政府が立っているのかと、もちろん国連の総会では反対という決議に賛成はしていますけれども、でもじゃあ岸田首相自体、政権自体が強い立場で二度と戦争はしないという立場に立っているかといえば、私たちの税金を防衛費にどんどんつぎ込む、こういう予算編成も含めてやっていく、もうすでに来年の予算 7.7 兆円にもしようじゃないか、こういうことを今にも決めるという流れになっていること自体が、私たちの大事な大事な税金、もう労働者の賃金は18ヶ月19ヶ月ともう1年半以上にわたってもう実質賃金を全然もうそこに届かない、もうひどい事態です。もう年末をどうやって暮らそうかと、子どもたちも学校が冬休みに入って食事の手当てをどうしようか、シングルマザーのお母さん方なんかも本当に悩んでいらっしゃる、こういうことを起こっている先進諸国がなんでなのというふうに思います。改めて私たちの暮らしを支援する、そういう政権、自分たちの都合のいいお金を生み出すシステムを作ってきた自民党では、その暮らしは良くならない、そのことははっきりしていると思います。今の政権ではやっていけない、こういう多くの国民の皆さん、それが支持率に結びついているのも事実です。ご一緒に、岸田政権やめろ、そして自民党政治では世の中良くならない、こういう声を皆さんとご一緒に上げて、いい政治にしていこうではありませんか。一緒に頑張りましょう。船橋さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、記事を壊すなから中尾さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ちょっと寒くなっていますけれども、本当に女性の皆さん方がジェノサイド反対、一日も早く、戦争をやめろ、これは戦争というより大量虐殺ですから、一方的にね、やっぱり子供が殺され、それから多くの女性たちが殺されて、ガザの状況が本当に深刻な度合いが毎日毎日増しているんですね。先ほどもどなたか言っていましたけれども、日本の政府の岸田首相をはじめとして与党は国会の議決に本当にそっぽを向いた。今回は賛成をしていますけれども、ぐら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 揺れているアメリカの方向を見ながら、動きっぱなしのこの政府をやっぱり私たちの声で変えさせていかなければならないというふうに思います。この10月からですね、ジェノサイドが始まってから、私たちはイスラエル大使館で座り込みをやったり、それから街角に出てこのジェノサイドをやめるという声を、みんなと仲間たちと一緒になって声を上げ続けてきました。今日もそういった行動の中で西山さんが訴えてきました。今日の日の行動、本当にたくさんの方々がこういった呼びかけに応えてくださって、寒いですけれども、皆さんサンドルを持ちながらですね、イスラエルはガザへの攻撃、すぐにやめろ、フリーパレスチナですね、こういった声をどん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 大きく、もっともっと大きく広めていかなければならないと思います。そして一日も早く子供の命、それから母親、お母さんたちの命、もう誰も殺させてはいけないんですね。この国は本当にどっち向いてるのと、それからコロナ禍で本当に格差の中で、特に若いお母さんたちは小さなお子さん連れて街頭に出ざるを得ないという状況が生まれてきてるんです。
そしてコロナ禍がちょっと収まったかなというふうに思いますけど、今はもっともっと厳しい状況が、生活が苦しくなっている、そういう状況が生まれています。だけど、この国は軍拡軍拡にまっしぐら。南西諸島は大変ですよ。もう、軍事状態です、さながら。そういったところでもっともっと軍事費を上げていくという方向が内閣の中で出ました。GDP 比 2% へ持っていくと。冗談じゃないでしょう。この国は敗戦から生まれた憲法9条、平和憲法のもとで、本当に私たちは、本来なら政府から守られていかなければならないという、そういう大事な憲法を、むしろ政府は投げ捨てていこうとしているのが、この間の憲法審査会で行われた議論です。私たちも、こういった声をね、絶対、もう消し飛ばしていかなければならない。これは命を守っていくことと背中合わせ一体のものなんです。そしてこの国から本当にジェノサイドをやめろと、そして地球規模で多くの市民たちとこの声をもっともっと強くしていきたい。そうしなければならないというふうに思います。そして憲法9条、平和憲法をこの次の世代になっていく、そういった子供さんたち、これからの命に私たちの責任のもとでつなげていきたいと思います。ぜひ皆さん力を合わせていきましょう。よろしくお願いします。今日は寒い中ご苦労様です。ありがとうございました。それではですね、新婦人員の会の平野さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。私は新日本婦人の会、平野恵美子と申します。毎月ここでウェメンズアクションということで、女性たちは軍事化にもいかなる暴力にも反対するという行動を行っています。 I would like to call upon you here walking around, walking in front of the Euraction station and shopping mallWe are Women's Action, members of different women's organizations gathering here once every month to call for peace, opposition to war, and any kind of violence. And we've been focusing on our action against Israel's attacks on Gaza. We are in one voice, we are calling.That any violence and no genocide must be stopped now. And we want to call on the governments of all around the world, especially the government of Japan, which is the government of the country that has the Article 9, which renounces war forever, to play its role to lead the peaceful diplomacy.Using the power of the Article 9. So let us be united in one voice. Stop the genocide in Gaza right now. 私、ニューヨークの、アメリカのニューヨークで行われました、核兵器禁止条約第2回締約国会議というところに参加をしてまいりました。で、そこでもこのウクライナの危機、そしてガザの危機が核兵器拡散の拡散を正当化する利用に使われている、核兵器の威嚇に使われているということが強調されておりました。そして言われたのは、対話で解決をする、今行われている締約国会議のようにいろいろな違いはあっても、核兵器は禁止なくす、人類を地球を核の破局の淵に追いやろうとしている核兵器はなくすしかないんだという決意のものに基に集った国々が、核兵器はなくすぞ、核兵器で平和も安全も守られないんだという決意を固めたことに本当に感動しました。で、それを後押ししているのが私たち市民の行動だということも感じました。会議では核の被害を受けた広島長崎の原爆被害者、そして核実験、太平洋の島々など、そしてアメリカのウラン採掘などの被害に遭った地域の先住民の皆さんも参加されて、各国政府と肩を並べて自分たちの被害を訴えるとともに、
共に核兵器をなくしていこうという決意を固め合いました。あまり報道はされないんですけれども、こういう一つ一つの行動、試みが世界をより良い方向、少しでも平和な方向へと前進させる力だと実感しました。で、今ガザで起こっていること、国連は無力じゃないか、なんで止められないんだっていう声も聞きます。でも国連の今軍縮問題担当している上級代表、中満泉さんという女性です、日本の女性ですが、言いました。国連が無力なんじゃない、国連の安保理がダメなんだと。アメリカやロシアなど大国5カ国、しかも核兵器を持っている国々が拒否権を発動する、そして多くの国々の意思を踏みにじる、ここに問題があるんだと言いました。そして何より国連総会では何度か失敗はしましたけれども、この間核兵器、ガザへの人道的停戦ということで決議を挙げました。そして一昨日も人道的停戦を求める決議が153カ国の賛成で通ったところです。やはりこうした地道で時にはイライラしてしまうぐらいの歩みですけれども、対話によって解決していく方向を世界が一致して求めていく、努力していく、ここに希望があると私は思います。ガザで起こっていること、本当に許せません。で、そのガザに対して虐殺を行っているイスラエルの行為をアメリカはずっと正当化し、正しいことだと言ってきましたが、とうとうバイデン大統領も12日、イスラエルは国際社会で孤立しつつあると発言しました。これは本当に大きな変化だと思います。で、私、ニューヨークで、マンハンタンの通りをびっしりと埋め尽くすガザ連帯デモにも遭遇し参加をしてきました。こういったデモが連日行われているそうです。そしてアメリカが国連の安保理で拒否権を発動して決議案を挫折させた、そのことに怒ってまた行動が広がっている。またこの安保理での決議に棄権したイギリスでは、首都ロンドンで10万人から30万人とも言われる人々がイギリス政府に抗議する大きな連帯デモを行っています。私たちは一人じゃない、本当にそう思います。そして世界中で私たちのように声を上げ続ける、こういう市民の行動がある限り、やはり世界は変えていけると思います。皆さん、これからも力を合わせていきましょう。それでは最後に、救助コアスナ実行委員会の仲間からです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。お疲れ様です。風が冷たい中、お仕事帰りの皆さんもお疲れ様です。私たち今キャンドルを持って何を訴えているか、ちょっとだけ耳を傾けていただけないでしょうか。時間がなければ通り過ぎるときにちらっとこのみんなが持っているこのプラカードを見ていただくだけでも構いませんので、お勤め帰りの皆さん、お買い物帰りの皆さん、私たちが何を思ってここの場所で集まっているのか、ぜひちょっとだけ目を向けて耳を傾けてください。よろしくお願いします。今国連決議のこともお話にありました。アメリカがなんとなんとこのイスラエルがやっているパレスチナ、ガザの人たちの虐殺に対して全く止める気がなく、この国連決議に反対するというとんでもない暴挙に出ました。びっくりですよね。日本は10月27日にこの決議に棄権という形で意思を示さなかったんですけれども、まあ、今回はようやく賛同したということで、これはやっぱり皆さんが声を上げている影響じゃないかと思っています。それからあちこちの、議会でもパレスチナへの虐殺をやめなさいというような決議案が少しずつ地方でも、賛成されて決議が上がってきてるんですよね。もうこういうことも私大事なことじゃないかなと思っているんですけれども、こうやって有楽町の街で遠いパレスチナのこと言って、なんか意味あるのかよとかすぐ言ってくる人がいるんですね。びっくりしますけれども、他の国、アメリカやロンドン、あちこちでこういう行動が起きている。日本でも一人でもプラカードを持って地元の自分の街の駅前に立ったり、人
ってる人たちがいるんですよね。ちょっと思い立ってやろうかなって渋谷に行ったり新宿に行ったりもういろんなところでスタンディングプラカードを持って立っている人たちが今あちこちに現れている。日本の市民も捨てたもんじゃないなって私は少し温かいものを感じています。でもそういう動き、そういう人たちを見て提唱する人たちがいます。日本でやったって意味ないんじゃないかって。なんでそんなこと言うんでしょうか。日本政府を決議に賛成させたのはそういう私たちの力ですよ。そういう市民の動きですよ。それが全くなかったら日本政府はやっぱり棄権してたと思います。アメリカと一緒になってもしかしたら反対してたかもしれません。そして今いろんな形でなんとかこの虐殺を止めなきゃいけないということでイスラエルの企業なんかと懇意にしているイスラエルの企業なんかに対するボイコット運動なんていうのもねいろいろ呼びかけがありますね。プーマとか私もマクドナルドで買うのやめましたけれどもスターバックスとかいろんなところのボイコット運動が呼びかけられてこれは一定の効果を世界でも上げてるんですよね。ですからそういうやり方も一つあるかなっていうふうに思っています。ぜひ皆さんも街歩いてる皆さん私はちょっとデモに行くのはちょっと敷居が高いわという方でもいつも自分が買っているものが一体どこで作られてるんだろう、自分が食べているものは一体どの企業が作っているものなんだろうか、もしかしたら虐殺を肯定しているようなこういう企業のものなんじゃないかとかそういうことをちょっと考えて自分の行動っていうんですかね、何を食べるとか何を買うとか、私もこの間靴屋さんに行って欲しいなと思ったけどもう車は絶対買うもんかと思いました。やっぱりそうやって自分の行動をちょっと変えていくっていうこともこれ一つ虐殺やめろの意思表示だと思いますね。でこの間の決議ではイギリスとイタリアなんかも棄権したんですよね。でこういう棄権した国が今日本と共同で兵器を開発しようなんていうね武器を輸出しようなんていうようなそういう非常にきな臭い動きも起こっています。こういうことに対しても私たちはやっぱり反対する、声を上げる、やめさせるっていう責任が大人として有権者としてあるんじゃないかというふうに思っています。いろいろやることはあると思いますので諦めずにもう2ヶ月以上経っちゃいましたけれどもこの大虐殺が起きてからまだまだやれることはあると思うのでやっていきたいと思います。まずは知らない人にですねこの状況を知ってほしいなと思っています。 SNS で皆さんぜひパレスチナの状況ちょっとでいいので検索してみてください。本当にひどいことが行われています。子どもたちが殺されています。びっくりしたのが国境なき医師団の人たちも殺されてるんですよね。今まで戦場でそんなことあったんだろうかと。ああいう人たちは国と国との利害とかそういうこととは全く別のところで人道的に人の命を救うっていうことで活動していらっしゃるお医者さんたちですよね。こういう人たちを問答無用にイスラエルの爆弾が殺しています。あの人たちはハマスなんですか。子供たちはハマスなんですか。ジャーナリストはハマスなんですか。お母さん、お父さん、一般市民、ハマスなんですか？違うでしょ？って私は思います。命を根絶やしにするような、パレスチナの人たちを根絶やしにするような、ジェノサイドを絶対に許したくありません。そして、日本で声を上げる意味を、しっかり冷笑するような動きにも、私は抵抗していきたいと思っています。昨日びっくりしたのが、中野区の無所属の区議会議員さんが自分は区議会議員として、まあ、公園の遊具を直すとかそういう仕事に目を向けてパレスチナに平和をっていうような意見の採択には賛同しない反対するっていうようなことを SNS で発信してたんですね。私びっくりしました。なんで両方やらないんですか。子供たちの遊具直すことももちろん大事ですよ。
区議会議員さんの仕事かもしれません、どこが壊れてるとかね。それと同時にパレスチナでは子どもたちが遊具どころか命がどんどん奪われてるわけですよね。そのことに対して国際問題までやりだしたらキリがないから自分は反対しますなんて何を考えているんでしょうか。日本国憲法には自国のことだけ考えていちゃいけない、世界中すべての人たちが公衆平和、これを尊重しなきゃいけない、そのために私たちは努力しなきゃいけないということが日本国憲法には書かれているわけですよ。自分の国だけ、自分の半径1メートル、3メートル、5メートルの中の人たちだけが幸せで、それでいいんでしょうか。足元から特に区議会でそういう権利がある人は私は羨ましいですよ。私の声なんて本当にちっちゃいですよ。まあそれでもね、声を上げ続けることはやめませんけれども、区議会で自分の住んでる区や市でパレスチナに平和を、停戦を求めるっていうことを意思表示できるわけですから、そういう力を持っている人たちにはなんでそれは声を上げてくれないんだろうって思いました。その力をこういうことに奉仕してほしいんですよね。そういう人を私は選挙でも選びたいと思っています。あちこちで足元から自分の住む地域から市議会から区議会からいろんなところからパレスチナに平和を、停戦をっていうような意思表示をもうできるチャンスがあったら、どんなチャンス、どんなちっちゃいチャンスでもやっていく必要がある。その力が大きく大きくなって世界を取り囲んでイスラエルを孤立させるっていうことが私たちに課せられた役目じゃないんでしょうか。ですのでぜひ皆さんにも低消費の人たち、本当にどうしようもないと思いますけれども、このことには意味があるんだと、意思表示を今しないでいつするんだと、あなたは後世の人たちに笑われるよと、子供たちに笑われてしまうよと、世界のどこかで子供たちが、人々が、何の罪もない市民がどんどん殺されているのに何の意思表示もしない、そんな大人でいいんですかっていうことを、やっぱりそういう霊障系の人たちには私は問いたいと思っていますし、自分の声は小さい、何の権力も持ってない一市民ですけれども、それでも意思表示することを私はやめずに、少しでもこの声が大きくなるようにいろんな人たちと一緒に連携、連帯しながら様々なアクションに参加していきたいと思っています。皆さんもそうだと思いますけれども、これからも頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の参加者は60名です。寒い中本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。この年末年始にかけてちょっといろいろ情勢が動きそうですよね。もうこの流れをしっかりと私たちの方につけて、もうこの際ですね、金権政治とか自分たちのことしか考えられないような人たちをもう一掃するような、そういう大きなムーブメントをしていきましょう。このガザの問題も、そして日本の腐った政治の問題も、もういろんなことやんなきゃいけなくて、もうめっちゃ大変なんですけれども、ここ踏ん張りどころだと思いますので、皆さんと頑張り合いたいなというふうに思っています。来月のウィメンズアクションは1月26日です。もしかして、たくさん国会議員が逮捕者は出ないように、さっさと国会始めてるかもしれませんけれども、国会の開会中は不逮捕特権で国会議員の皆さん逮捕できないので、早く始めようみたいな、ことをやってるかもしれませんが、1月は、私たちは26日に、皆さんとまたお会いしたいと思います。1月26日夜6時に、この場所で、またウィーメンズアクションを行います。今日は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。